どうも、柴のトラック飯の時間です。ということでですね、最近ですね、僕ちょっとダイエットしてるんです。見て。お弁当を作ってきてんねん。だから今日はね、このお弁当をちょっとお見せしたいと思います。すごいよ。美味しそうか、美味しそうじゃないかで言うと、あんまり美味しそうじゃないと思う。今日これ食べ出してからね、すごいね、体の調子がいいよ。ということで、こちらです。じゃーん。どうですかみんな。美味しそう。美味しそうじゃない。これがね、鶏の照り焼き。ね。鶏もも肉の照り焼きで。で、これが、ブリの照り焼きね。もうこの辺、ちょっと入りきなかったら、ボーン入れてきた。で、これが、玄米やねんけど、ちょっと古代米っていうやつらしくて、なんかもらいもんで、これを最近食べてる。これすごいね、なんか、硬いのよ。今日これ食べると、すごいお通じが良くなる。では、いただきます。意外にタンパク質はだいぶあると思うよ。これね、ほんまね、パッサパサやねん。なんか普通の白ご飯に比べたら4倍かまんと、喉通れへんぐらい。だけど、なんか知らんけど、慣れてきたら意外にいけるっていう。慣れたらいける。これもなんか、赤飯っぽくていいかもとか思ってる。じゃあ、ちょっとチキンいただきますね。うん。これは安定ですね。うん。うまいわ。ここなんですよ、これ。普通これも飲み込んでるでしょ。無理なんですよ。よく噛んで食べなさいって言いますけど、まさしくこれはその通り。よく噛まないと食べれません。うん。うん。結構顎が疲れるタイプですね。まあ、気づいた方はおると思うんですけど、野菜が一切ない。野菜ないんですけど、玄米か野菜みたいなもん、食物繊維たっぷりなの。けど、脂肪をつけるのは簡単やけど、痩せんの大変やね。ほんまに、体重がね、ダイエットを決意してから横ばいっす。1年かけて横ばいっす。ほんまに、88キロぐらいから今、87とか、そんなもんです。もうほぼ横ばい。今日ね、筋肉量がね、増えました。筋トレ真面目に頑張って、ちょっと増えました。60キロぐらいから63キロぐらいになったから、事実上ね、体脂肪減ってますから。お魚が美味しい。おっさんだったな。ほんまにお魚が最近美味しいです。ほんまに、玄米今更ながらすごいわ。うん。あんたすげえわ。こんだけ噛んで食べたことないもん。玄米ってね、GI 値が低いんですよ。だから、血糖値が上がりにくいんです。なだらかに吸収されるというか。だからいいらしいんですけど、GI 値低い玄米食べながら、超絶砂糖で味付けした照り焼き食ってたら意味ないわな。どうですか、皆さん。うん。この甘い照り焼きが、すごいご飯進みますね。うん。美味しいですね。うん。タンパク質たっぷり。でも、お昼これじゃないですか。晩撮影行くじゃないですか。もう白ご飯が、美味しいったら美味しいったら、ありゃしない。すいすい、書き込んでいけるからね。それもそれになんか、感動が生まれるから好き。むしろ晩ご飯をこっちに変えたらあかんのかもしれへんね。うん。そう。聞いてください。僕ずっとね、高血圧だったんですよ。ほんまに。大体血圧がね、上が160ぐらいあったんです。で、下がね、115とかそんなんあったんですよ。もうめちゃめちゃ高血圧だったんですけど、最近ね、寝る前めっちゃ調子悪いんですよ。なんか不整脈がまた出てきて、まあもともと不整脈あったんですけど、で、ふと、なんやろ、血圧めっちゃ高いんかなとか血圧測ったんですよ。んならね、めっちゃ血圧低かったんですよ。ちょっとまだ出してきますけど、上が確かね、90何歩で、80何歩か。で、下がね、50何歩やったんですよ。これやばくねみたいな。なんでこんなこと起こんのみたいな。なんでなんすか謎なんですけど。これ逆に危ないんじゃないのとか一瞬思ったりして。低すぎやろって。貧血とかそんなのないんですよ。貧血とかはないんですけど、なんかとにかく夜が寝にくい。なんか、なんやろ。鼓動が気持ち悪いというか。ぜひわかる方、コメントください。お酒ね。お酒最近まあ動画見てくれてる方は分かってると思うんですけど、ちょっと控えてるんですよ。ぎっくり腰になってから、こう、元々の、なんていうかな、筋トレボリュームに戻せるまで、ちょっとお酒、控えようと思って、ちょっと控えてるんです。その影響？いつもね、腰言わす前は、まあビール換算で言うと、500、1日504本から5本は飲んでた計算かな。今飲んでも1本みたいな。そんな感じです。次の健康診断楽しみやな。肝臓の数値とかがどれだけ改善してんのかなと思って。またそれもね、報告しますね。ブリのさ、みんな苦手な人おると思う。この血合いの部分わかります？これめっちゃ好きなんですよ。まあ、やっぱブリは塩焼きもいいけど、照り焼きが一番ですね。うまい。まあそんな感じでね、最近ちょっとダイエットしてて、体調がめっちゃ良くなると思いきや、夜寝つきがすごい悪いという謎の現象が起きてます。ね。今度病院行った時に相談しよう。お酒を控えたから、もしかしたら血圧の薬が効きすぎてる？いや、そんなことなさそうやねんな。わからへん。あと僕、皮もめっちゃ好きなんですよ。皮大好物、最後に置いときたい。うん、美味しかった。このお弁当箱さ、ダイエットにできるよ、これ。全然入れへんね。ほんま。ちっちゃとかも。ということで、大満足で、ごちそうさまでした。はぁ。さあ、今日も残業、頑張りたいと思います。まだお昼ですけど、今日は長いんでね。ちなみにね、朝ごはんもね、こうやって、まあ2個あるんですけど、作ってきてるんですよ。こっちは、さっき食べたやつ。こっちはおかずだけ。お昼はやっぱりね、ご飯食べないと。死んじゃう。ということで、本日のトラック雑談ではないな。まあ、そんな感じで、今日は、シワの最近のお食事でした。はい。トラックのドライバーってね、ほんまにね、健康害してる人多いんですよ。濃いもん好きやし、なんか油もん好きやし、特に僕らって動かないんすよ。普通のっていう言い方はおかしいけど、トラックのドライバーさんって結構動くんですよね。荷物積み込んだりとか、宅配の人やったらいろんなとこ回ったりとか、すごい、こう、体を酷使するから、まあその恋とか、ね、量食べるとか、はいいと思うんですけど、この僕ら、海コンって言ってね、海上コンテナって言って、海外から輸入した荷物をこう、なんていうかな、コンテナをロッケで走るだけなんです。荷物一切触れへん。一番の重労働と言ったらもうこう乗り降りっすね。乗り降りと、あとは、そうやなる、まあ、乗り降りしてロックしに行くとか、そんなレベルなんですよ。けどね、食べる量って言ったらね、変わらないんですよ。そらもうみんな太って、太りまくる。ほんまに、すごいから。もう入社してきたら、うわぁ、細かった子がね、もうそれはさ、10年経ったら、すごい貫禄ある、開墾ドライバーに仕上がってますね。はい。ということでね、ちょっとね、僕もね、もう開墾歴、何年や？15年ぐらいかな？ 15 年ぐらい経ってね、ようやくこうなる時が来たんかなと思ってね、今ね、ダイエットしてます。はい。ということでね、本日はありがとうございました。またこんな動画が良ければ、高評価とチャンネル登録お願いします。ということで、またねー。一番の幸せは、飯食ったら、寝る！もうこれに決まり！